海洋は九州旅客鉄道が農型駅博多駅間を筑豊本線、笹栗線、鹿児島本線経由で運行する特急列車である。2001年10月6日の福北豊川線、電化開業と同時に運行を開始した。日本国有鉄道時代は筑豊本線に寝台特急、暁などが運転されていたが、筑豊本線が当時全線非電化であったことや、 単線区間が存在するため、鹿児島本線経由の方が距離が長いにもかかわらず、所要時間が短いこと、筑豊本線の乗客そのものが減少したことなどにより、筑豊本線経由の優等列車は、国鉄分割民営化を待たず1985年までに廃止されていた。筑豊本線では16年ぶり、笹栗線では初の優等列車である。火曜の列車名は、 沿線の能型市出身で、運転開始当時は、現役の大相撲力士だった、海王博之の執名に由来している。国鉄、JR グループでは個人を含めても人名に由来する列車名は珍しく、存命中の人物の名前が列車名に採用されたのは他に例がない。なお、海王は2011年7月場所を最後に、現役引退し年寄り、先行さんを襲名したが、 JR 九州は、火曜の列車名は変更しない方針である。農型駅博多駅間に一往復が運行されている。運行開始以来、農型駅発が朝、博多駅発が夜間に運行されるダイヤで、ホームライナーに近い性格の列車となっている。一往復のみながら号数は1.2号が与えられている。列車番号は2090号数 H。 2021年3月12日までは下り3本、上り2本が設定されており、号数は1から5号が当てられていた。このうち1号は平日のみ、5号は土曜、休日のみの運転で、定期列車の運行本数は常に2往復であった。5号は2011年3月12日のダイヤ改正で1号のダイヤを土曜、休日のみ変更する形で設定された列車で、 博多駅にが10時前と JR 博多式などへの買い物客に配慮したダイヤになっていた。また、午後は通常、博多駅到着後に南福岡へ改装するが、有田東基などで臨時列車が運転される場合、博多駅到着後ホームで一旦ドアを閉めて車内清掃を行い、そのまま臨時特急の運用に入るため5両編成で運転することがあった。 能方駅から新飯塚駅飯塚駅、桂川駅、吉塚駅博多駅重当車両は、南福岡車両区に所属する、きらめきとの共通運用の783系4両編成が重当されている。ただし、同系は運用の関係上、緑編成が重当される日もある。八十三系は二千十一年三月十二日のダイヤ改正で、概要に重滞され、 運用5本中1号5号4号が同型での運用であった。2021年3月13日のダイヤ改正より海洋は改正前の下り3本上り2本から1往復に削減され、それまで使用していた787系電車が運用から外され、前述の783系に統一された。グリーン席は座席指定席、普通車は 全席自由席となっている。各車両とも中央の上降路地を境に、博多寄りの A 室と、脳型寄りの B 室に分かれており、駅や車内でも、そのように案内される。過去の使用車両787系時代の、火曜2001年10月6日の運行開始より、運用されていた。当初は、有明用の4両編成での運行で、 2003年に同じ有明用の6両編成に変更され、2005年に往復化されてからは6両編成と4両編成で1往復ずつ重当されていた。2011年3月12日のダイヤ改正で4両編成が日林等の日報本線系統の列車に転用されたことに伴い、6両編成のみの重当になった。日林、きらめきと共通運転であるため、 イベントなどでラッピングをしていた車両も頻繁に重当されていた。なお、1号車のグリーン個室は締め切り扱いとなり利用はできなかった。撤退直前は1往復に重当されていた。特急料金は特定特急料金を設定して他の特急列車より割安に設定されており、加えて7日間有効の特急回数券が設定されている。また、 グリーン料金も全区間で320円と JR 他社よりも割安に設定されている JR 九州の他路線のグリーン料金よりもさらに割安に設定されている。デラックスグリーン席は通常のデラックスグリーン料金が適用される。2011年3月12日以降は JR 九州の在来線特急全列車が新幹線との乗り継ぎ割引の対象外となっているが、海洋は運行開始当初から適用外となっている。ありがとうございます。